ショーク。うわ、でもめっちゃいったわ。しかしこっちもやられそうな気がですよね。あれ誰？多分捕まえてないポケモンよね。あれじゃない？コロ帽子。なんか虫っぽい感じするし。そうじゃないですか？あれ。わからんけど。ちょっと待って。え？ってかさ。違う。私はボールを持っていない。ちょいと待ってね。私、アイテムは持っとんかな？ぼんぐりの実、玉石。あ、一応持っとるね。じゃあ、5個作っとこ。ふぅ。いつでも作れるのは良き。ってことは多分、キノコとかもこっちの方にあると思うんよね。いろいろ探しとこ。いろいろと探しておこ。モンスターボール。ささささささ。いけい。どやどや。やったー！ほら、コロ帽子。ふぅ、虫食いぼんぐり？それちゃんと使えんやつなんやないん。ん、見つからずに捕まえた数が。カウントされた。あれはムックルだな。ね、これ何？これ。これこれ。元気のつぼみ。あ、こういう感じなんや。へえ。その辺に落ちとんやね、普通に。落ちとるっていうんかな。まあなんか落ちとった。なんかどうしてもさ、B ボタンでジャンプをしようとしてしまうよね。できんのに。あれはムックルだな。もう見たことないポケモンとかはね。ん？これもサブクエか？受けておこう。どうも。いいところに来てくれた。クラボの実が欲しいんだ。赤くてツヤツヤのクラボの実。クラボの実はこの辺りの木の実の木になってるんだけど、取ってくれるポケモンがいないんだ。そこで君だ。この世界はみんながポケモン持っとるわけじゃないっていうか、ポケモン持ってない人の方が多いんかな。木の実の木にポケモンボールを投げればポケモンが取ってくれるだろ？クラブの実を3個くれたらいいことを教えるから頼んだよ。気になる木の実。クラブの実。あれかな？あれモモンの実じゃね？これオレンの実じゃね？どうなんやろ。多分これモモン、いやオレンか？わからん。クラブってもっと赤かったよね。え、これなんかな？とりあえず落としてみるか。いけー。ボングリやん。全然違うし。どっちでもないし。これは？これはオレンじゃないの？これもボングリかな？取って取って。あ、これフラボや。マジか。いやー、見た目でわからない。全然わからない。はい、取ったよ。お、そいつはクラボの実。3個分けてくれないか？どうぞ。はい。あゆなはクラボの実を3個渡した。約束通りいいことを教えるよ。木の実をポケモン近くに投げると、ポケモンの気を引くことができる。あ、そういう使い方ができるんや。なんか投げれるなぁとは思いよったけど。物は試し。この辺りにコロ帽子に木の実を投げてみなよ。お、モンスターボール15個ももらった。ありがたーい。石つぶてがおるよ、石つぶて。あ、とりあえずコロ帽子に木の実投げてみるか。おった。違う、むっくりやった。多分誰相手でもいいんやろうけど、サブクエでもなんでもないみたいやし。でもなんか言われた通りにしてみたいやん。コロ帽子、コロ帽子。あそこに、虫食いぼんぐりでも投げとくか。逃げてくんですけど。見えない、見えない。ねえ、見えないよ。どこ行った？消えた？消
消えたな。じゃあもうムックルでいいよ。はい。全然、何にもやった。ちょ、待ってね。はぁ、あ。何も気にしてくれないんですが。クラボの実。逃げてった。逃げてったよ。食べたりとかするんかなって思ったけど、そんなことなかったね。なんだ、私の使い方が悪いのか？わからねえ。全然わからねえ。あれ、さっきのおじさんはここに立っとったよね。消えた。なに、しばらくしたらいなくなるの？これ見たことない気がする。ピーピー草。あ、絶対あれやん、 PP エイドとかその辺に使うやつやろ。待って、戦闘、ああ！戦闘体制や。待って、行け、ビッパー。ああ、え、どこ行った？おった。行け行け。私がやられてしまう、直接的に。全然水タイプの技を覚えてなかったわ。まあまあまあ、いいとして。転がる。おう、向こうの転がるの方が強いぞ。レベルはこっちの方が高いというのに。ちょ、待って、変えよう。ブイゼル。間違えた。間違えた。はい、ブイゼルに変えます。でもなー、こっちの方がレベル高いけんさ、あんまり言ってもな。電光石火で刻もう。刻みすぎか。もう一回ぐらいいけそうな気がする。転がるへの熱が冷めた。熱中しとったけん。そろそろいけるかな。とりあえず一回投げてみよっか。モンスターボール。どうや、本当は赤くなってからにしようかなと思ったんだけども。お、やったね、いけた。やった、石つぶてを捕まえたぞ。ふぅ、ニューだ、ニュー。あれはムクガードとかや、え、ね、玉石動いてない？なんか。あっこの玉石なんかめっちゃ動いてない？くっ。ちょ、登りたかったんですけど、ここは登れんか。ちょいと待ってよ。いや、いけねえな。もうちょい平らな場所があれば。この辺とか。お、上がれた。よしよしよし。ほら、あれあれ。進化系の方よね、あれ。へえ、来た。怖い怖い怖い。いけいこりんくー。おー、かっこいいね。え、だいぶレベル上だな。効果今一つなの、これで。これで。電気ショック。うわ、でも、めっちゃいったわ。しかし、こっちもやられそうな気がですよね。ですよね。一応、ポケモン入れ替えといて、で、ちょっと、モンスターボールを、使います。え、ムックルと交換しよう、ムックルと交換。ね、もうムックル進化させんでもさ、ムクバードを捕まえたら、それでいけるやん。捕まえた数。あ！待って、ズバットが。うわぁ、来る感じね。なるほどね。ちょわぁ、来た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 。いけ。ねえやー、ちょっといけんかった。違う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 。はい。日の嵐。どのあたりに出せばいいんかがちょっと難しいんですけど。キノコ。どうかな？いけるかな？これで。みんな結構、うい。結構強いよね。
こっちの方がレベルが上とかあんま関係ない感じが。はい、モンスターボール、新しいポケモンどんどん捕まえていく。よいしょ、やったね。てかさ、遠くからでもポケモンを交換したいんだけども、てかこの辺になかった、あの動く、あった、あれなんなんやろ、ポケモンなんかな、あれどういう状態かがちょっといまいちわからんのやけど。はい、驚いた、一粒手が飛び出してきた。ちょ、待って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 、ブイゼルに変えるよ。やっぱああやって動きよるやつは、なるほどね、ポケモンが持ち上げとったってことなんや。どういう仕組みかと思ったけど、アクアジェット、お、いいぞいいぞ。あ、やられた。やられた。くっ、とりあえずビッパ、噛みつく、転がる、いけい。あれ、一発でいけるかなって思ったけどいけんかったわ。むしろこっちが一発でやられたんですけど、まあ、体力少なかったけんな。ムックル、ちょ、一旦町に戻ろう。一旦町に戻ろう。ツバメ返し、よし、なんとか鉄のかけらゲットした。なんかイエーイ、やったね。サブクエだサブクエだ。どうも。ポケモンに警戒されたらオレンの実を投げつけ注意を引いて、その隙に逃げれば大丈夫。おや調査隊、僕はこれから原野に行くのだよ。そう、玉石を集めんね。でも持っているオレンの実が少なくてね。オレンの実は知っているかい？知ってる知ってる。ポケモンはオレンの実を食べて体力を回復させるからね。投げつけるとポケモンの注意を引けるのだよ。要するに野生のポケモンを避けるためオレの実が必要なんだよ。調査隊、良ければ僕のためにオレの実を5個集めてきてくれないか。オレンあれば憂いなし。私今3つかってことは、あと2つ取ってこんといかんわけやね。取ってきまーす。はい、持ってきたよ。オレの実の数が心もとないんだ。5個でいいから分けてくれないか。どうぞ。はい、アユナはオレンの実を5個渡した。ありがたくいただくとするよ。僕のために集めてくれたのだね。そうです。まあね。わざわざオレンの実を集めてきてくれたなんて感激だよ。それじゃあ君からもらったオレンの実をポーチに詰めて、君の期待に応えて玉石集めを頑張るよ。イエーイ、達成。元気のかけらゲット。やったね。やったね、やったね。行ってきまーす。よし、あとはちょっとね、せっかく奥の方まで進んどったのに戻ってきてしまったけんね。また次の目的地まで走り抜けていかねば。この辺のってなんかの像よね、確実に。一瞬なんかね、普通の岩かと思ったけど。どうも。ここに現れるってこと？何？うんうん。おやおや、あんたのところの博士だよね。え？何？博士ついてきたの？え、さっきまで銀河ベースにいたじゃないの。はあ、間に合ったようですね。ポケモンを研究する者として、どうしても親分を観察したいのです。あんたの仕事なんだろ？邪魔しなければいいんじゃないか？現れる？獅子の高台。神王様にゆかりのあったポケモンの子孫にお供えをしていた場所さ。獅子の高台っていうだけあって、やっぱり、ライオン系とかのが出てくる？ディーンを。あいつじゃないよ。あれはちょっかいを出す厄介なポケモンさ。何あれ？虫？
カメキリムシとかカマキリ？アイナ、あいつを蹴散らしておくれよ。あんたのポケモン元気にするからさ。それはありがたいんですけど、あのポケモン大きいです。そうか、親分と呼ばれ恐れられているポケモンですね。そうさ、親分ってのはでかくて強いポケモンのこと。しかも特別な技まで覚えていて、厄介なことこの上なし。え、あれが親分なの？違うの？どうなの？あんたの強さ、骨の髄まで教えてやりな。レベル20ぐらいありそうな気がするね、なんか。アイナくん、大きさは武器です。きっと攻撃力も体力もあるのでしょう。戦うんでしたら、連れているポケモンをチェックして、強い技を覚えさせるなり、準備をするのがおすすめです。目が赤く光るポケモンを親分と呼びます。ああ、なるほど、全体的に。普通のポケモンよりも大きく珍しい技を覚えていますが、捕まえるのはかなり難しいようです。かなり難しいだけで捕まえることはできるん。ふんふん、珍しい技。てかさっきのあいつじゃないよっていうのは何やったん？あいつやん。あいつ以外の何者でもないやん。親分。これはちっこい版とかもおるんかな？この、こういうポケモンってこと？こいつのちっこい版はおるん？戦闘中に Y ボタンで行動順を確認できます。素早さの高さにとっては連続で行動できることがあります。 Y ボタン一部の技や道具の効果で行動順が変わる場合もあります。あれ、思ったよりレベル高くないな。ポロッと上、びっくりした。めっちゃびっくりした。待って、違う、火の嵐に変える。このタイプの技効くかな。ひえ、強いよ、怖いよ。めちゃくちゃ怖いんですけど。え、キノコ。あ、効果抜群や、効果抜群やけど、ですよね。ですよね。あ、でもやけどが残せたけん、まあいい感じ。ムクバードだそう。ムクバードも効くんじゃない？どうかな、ツバメ返し。お、最初からめっちゃ技いっぱい覚えてる。ほらやっぱ虫系やけん、最初からムクバード出せばよかったね。そうするべきやったね。なんか技改善したよ。イエーイ。大したもんだよね、親分をひねっちまうなんてさ。まるで伝説の英雄みたいだ。むしろあれに手も足も出なかったってどんだけなんだよ。あんたのポケモンを元気にしないとね。ありがとう、回復してくれて嬉しい。キュイーン、何？何の鳴き声？何事ですか？お、なんか伝説のポケモンっぽくない？怪しし様。怪しし？しかも近づいてくるし。普通こういうやつって逃げるんやない？何？もしかしてなんか喋る？アユナを見つめる優しい眼差し、ありがとうございます。何？守り神的な感じってこと？よかったよね。怪しさもあんたのこと気に入ったようだよ。いいかい？怪しさまってのは人を乗せ、翡翠の大地を駆け抜けるありがたいポケモンなんだよね。あ、今度から移動が楽になるってこと？それは。すごい。すごいですよ、怪しい。人を乗せるポケモン。まるでアローラのライドポケモンですね。ほうほうほう。懐かしいね。ラベン博士、無事ですか？何？やっつけた後でやってきてんだよ。島星隊長に言われたんだ。アユナが依頼をこなせば、ベースキャンプ設営ができるだろうって。うん。関さんと団長で決めたことですが、ベースキャンプを増やしてもいいのですかね。関さんって誰だ？なんかね、いまいち人の名前が把握できてないんやけど。神王様が作られた翡翠地方はポケモンの大地。あんたらがポケモンを強制するなら使っても大丈夫だろうさ。ポケモンと強制するならよね。怪しさもアイナを気に入ってるようだし。怪しし。ね、なんかさ、何言ったっけ。脅ししっていうポケモンもらんかった？あれの、仲間？仲間？
それの進化系かなんか？ありがとな。あんたの活躍は金剛団の長にも伝えておくよ。改めてお礼に行くからさ。なんか、角も同じような感じやったよね。ヨネの依頼達成。ね、キノコどこにも見かけんかったんやけど、あるんかな、本当に。ポケモンと共存共栄か。それにはポケモンを理解するため、図鑑を完成させないと。うんうん。親分は登録されないの？もうすぐ建築隊が到着する頃だ。そうすればベースキャンプができるな。ってことは、多分キャンプごとに移動ができる件、マップ上で。飛んでいける場所が増えるってことやね。よき。誰？なんか焚き火の前に誰かおるんやけど、誰？獅子の高台でのベースキャンプ。名付けて高台ベースですね。あ、原野ベースから高台ベースに。ことぶき村から出るときに高台ベースを行き先に選べば、こっから調査をスタートできますよ。おー、ありがたい。拠点が増えると調査もしやすくなるよな。うんうんうん。てかさ、他の村とかはないの？この世界には。いつも通り芋づる亭に集まりますか。ひたすら山とか草原とかが続いてるだけ、ここ。あ、これ今回の、成果？いまいちやね。ムベさん、いつもの芋餅、今日もプリーズ3人前です。ありがとうございます。あれ、持ってきてくれたんじゃないんか、まだ。今からやったよね。知っておるのか？今朝から噂の荒ぶるバサギリ様子を見に行った団員が襲われ、医療隊もてんてこまいだぞ。バサギリっていうポケモン？激しい雷に打たれ、おかしくなったとされるバサギリですよね。いざとなれば調査隊が担当します。激しい雷に打たれて生きてんのか、すげえな。未知のポケモンを調べるには危険がつきものですが、調査隊にはアイナくんがいるのです。いや、頼りにしすぎじゃね？でも、バサギリは親分よりもはるかに強いポケモンって話ですよ。へえ、やっぱレベル20ぐらい？次。どれほど強いのかを含めて調査をするのが僕たちです。そして調査に重要なのは、冴えた頭脳と強靭な肉体。そのためには睡眠も大事です。まあね。翌日。食事と睡眠は大事よ。アイナ、起きてるか？何？ボスが。電木さんがすぐさま団長室に来いってよ。ほうほう。あれやね、一応、女の子やけん、家の中には入ってこんのよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。